だから由伸さんの高い初戦もすごかったですね。ホームラン日本記録もすごかった。照明君は近畿大学の大門文化の高橋さんと比べたちょっと年齢が違うんですけど、プロ入ってながら先輩やからいいかな、吉本君もどうしてるんですけどね、もうちょっと選手が出てくるのかな、今は多かったな、今は何か9番ピッチャー中崎君。